はい、続いてのコーナーは、投資家に必要なお金の反射神経ということで、こちら。損しないのはどっち？スペシャルゲストをお招きさせていただきました。公認会計士の平林良子先生です。お久しぶりでございおま久しす。ぶりです。はい。本当にねすごいすごいお久え。しぶ1りですね。年。まあ、Facebook ではもそうですうしょっちゅうね。拝見してるので、今回はまずこちら、新刊発売おめでとうございあ、ありまがとうごす。ざいます。で、こちらですね、タイトルが、損しないのはどっち？そうですね。これ例えば、年収1000万円で10年間働く人、年収500万円で20年間働く人、どっちがお得かとか、こういうのが、ね、いっぱい詰め込まれてるいやー、面本。白い。おクイズ金形と式。か、そう、税金とか、なんかクレジットカードとかね、そうですね。住宅ローンとか、そう、お金にまつわる、そのいろんなその二択形式のクイズがあって、どっちが損しないでしょうっていう。面白いで面白いでしす。ょ。さっきね、目次パラパラっと見たんだけど、その目次をね、ちょっとせっかくだからこの場で、もう良子先生にクイズ出していただじいゃあいくつて、か。いいですね。ね、反射神経ですもん反射ね、今神経だ日からね。すぐおパッ金の反と射答え神経だから。それ私たちに？そそう。れともお客様と。ね、一緒に考えましょう。あ、いいですね。視聴者と、あと視聴僕者らも。の方と。じゃあ、いくつか行ってみましょうか。行まきましょずはやっぱりワールドインベスターズ TV らしい問題からね。円高と円安、あ、そうだよ。前半でもね、散々為替の話してましたけど、円し高と円安。一般的に日本人にとって海外旅行がお得なのはどっち？まあ、簡単、突っ込んだ内容の話円じゃないですよけね。円高じゃないなんでかすそうそうかね。分かってる方にはね、そんなの問題にもなってないってよく言われるんですけれど。でもよく間違う方もね、いらっしゃったり。ね、意地悪問題とかあったりします？あ、意地悪問題はね、ないです。はい。はい、じゃあ、それなので、大事。ね、いろんな条件を言い出すと、本当にこの答えなのって言われちゃうとね、突っ込みどころはいろいろあるとは思うんですけど。一般的に。はい、もう一般的に、にまず、基本としてね、どっちっていう海外旅行で得なのは円高だよな。そうですね、円高もちろんね、円高です。正解？正解です。正解です。いきなり、まあ、これをねご覧になってる方でそこがのね、あえて聞かれるから迷っちゃった方はいても、まあ、分かんない方はいないと思うんですけど、でもこれ結構重要なことだなって思ってて、これね、でも円高か円安かどっちがお得かって聞かれると一瞬迷わない？考えちゃいました。例えば1ドル100円で旅行するのと1ドル120円で旅行するの、どっちが得って聞かれると安い方がいいじゃんって思うんだけど、わかりやすい。そうなの、そうなの。円高それかどっちが円高方向でね、どっちが円安方向だっけっていうのが、ちょっと迷っちゃうときありますよね。1ドル100円と1ドル120円あったら、1ドル100円の方が円高ですもんね。そうそうそう、そうなんですよね。100円で安いけど、円の価値が高いってことだからね。そうなんですよ。これ一瞬迷うんだよね。時々ね、なんかね、そう。なんか普段気にしてないとちょっと迷っちゃう、と思うんですけど、そうそう、それでね、すごく重要だなと思ってるところが、私10月に上海に行ったんですよ。って言ったら、あれ確か石、ね、田さんもね、うちら行った時のちょうど入れ違いですよね。ちょっと後ぐらいに本当に同じぐらいの時期だったんですね。はい、そうなんこれから東京に帰りますっていう時に、今上海にいますそうなんですよ。あらららら、さっきまでいたのに。そう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 、ちょっとニアミスだったんですけど、その時ね、まあの頃多分1元が20円ぐらいだったと思うんですね。1元20円ぐらい大体でね、私が持っていた上海のガイドブックがたまたま2年前の本だったんですよ。そしたら1元12円って書いてあるの。ものすごいね、倍近いすごい、このなんていうの、金銭感覚がめちゃくちゃになりそうで、ね、だからお水何元っていうのは確かにそんなに本土というかね、現地では変わらないんだけど、日本円に直すとものすごい印象が違うというか、それ2年前、まあ、そう、2年前のガイドブックだった。びっくりするでしょ、2年8元。それね、すっごいいいお話なの、実は。なんでかっていうと、2014年までその中国は世界の工場だったんですよ。でも2015年以降は、その要は中国で物を作るのってお金がコストがかかるから、習近平が2015年以降は世界の工場じゃなくて世界の消費地として中国経済を回していくって発表したんですよ。なるほど、やっぱりだからちょうど、2014年ぐらいまでがもう中国で価格競争力があるのはもう精一杯かなっていうのを、習近平が、ね、政策転換したあたりだから、そうそう、でそれ具体的に言ったらもう大体半分近い、そう感覚としてはもう突然倍になってるっていうか、物価が ね、日本人からしてみたら、ね、日本人からしてみたら、でそれは逆に言うと円だけで持ってたとしたら、対、ね、中国、対、上海っていうことで言うと、円の価値が半分になったって
って、ね、まさにそのことでしょ。そうですね。そうすると例えば日本円ですごくすごく一生懸命貯金をしてたとか、ね、お金を貯めてたっていう時にこの為替の差だけでその努力が全部、うん、もしかすると水の泡になっちゃうのかもしれないんだって思ったら、ね、半分聞いちゃうってことだからね。そう本当ですね、うん、乱暴に言うとね。乱暴に言うとそう、ね、そう日本だけで暮らしてると、うん、なかなか実感しないことかもしれないけれども、うん、でもそういう為替の差とか、うん、もう全世界との物価の差っていつかはその何かしらの形で日本にも影響を与えてくると思いますし、うん、全然与えますでしょ、ね、だって輸入品ばっかですよ。ね、だって日本ってもう別に日本だけでこう、ね、成り立ってるわけじゃないのでそれを本当に肌で感じたというか頭で計算したらみんな円高とか円安って言われればすぐ分かることだと思うんですけどすっごい肌で感じちゃったの。なんでよりにもよって2年前のガイドブック持ってったんだろうってすごいね。でも逆に言うとたった2年間でそんだけ変わっちゃうっていうぐらいのスピード感で、うんでも、そう、でも2、3年、3、4年でもドルだって、うん、多分4年前なんて、うん、本当にびっくりするようなレートだったんだよね。で当時多分4年ぐらい、まあ、3年前で多分75円とか80円とかっていう時、うん、そうだったんですよ、うん、それで、まあ、そこからね50円に触れるっていう話もあったし、うん、200円まで行くっていう話も実は私聞いてたことがあって、うんまあ、どっちもあったんですけど、うんまあ、今ね120円ぐらいに、うんまあ、いるわけで、うんうん、すごいことだなっていうのを、うんうん、なんか問題自体はすごくシンプルで、うん内容はね聞けばそうだよねっていうだけの答えなんですけれども、うん、そこすごい実感した。それは海外に行くと余計実感するよね。実感する、うんうん、やっぱりもう本当にガイドブックに書いてあるのの 倍じゃんって思って円に直すと本当に結構ねだって極端なこと言うと、うん、天ぷらそばあるでしょ、はい、天ぷらそばってみんな日本で作られて日本食でって思って食べてるけど、うん、あれの材料ほとんど輸入品ですよ。醤油を作る大豆から、うん、天ぷらの天ぷら粉から小麦粉から、うん、天ぷらそばの材料ってもう90何パーセントほとんど輸入品、うん、今、うんうんうん、でそうなってきてだんだんこの円が弱くなってくると、うん、輸入品の価格っつうのがどんどん上がっていくことでしょ。だから牛丼も天ぷらそばもひょっとしたらちょっとずつ値段高くなるかもしれない、うんうん、実はなってんだよ、うん、実際物価ってね今ちょっとずつ上がってきてる感じがありますよね。ただ日本は企業努力すごいからポテトチップスとかね、うんちっちゃくしてるのちょっとずつ。あ、まあそれちょっと努力が言うからね。そうだからうちら買ってる方は値段上がってる感じしないでしょ。しない。でも実際ねサイズがちょっとずつちっちゃくなってるの昔と比べたらポテチもねパンもいろんなものだってさお惣菜とか、うんうん、なんか最近なんか食べやすいサイズでとかって小分けにするっていうのをねうまくやってますよね。確かに、うん、あれは企業努力なの、うん、あれ一人暮らし世帯が多いから小分けにした方が食べやすいでしょ、うんうん、女性とか食べやすいでしょって言ってるけど言ってる缶コーヒーもちっちゃくなってるけどなってる実はあれは努力だ実際には値上げでしょ。値上げだからでも値上げに見せないための企業努力なんでね。買う方としてもそれで気持ちよく買えればねそれでいいと思いますけれどね。そういうのいっぱいあるもんね。そうだからね本当にその円高円安でねチャート見てるだけじゃなくてそういう実感なんだっていうのを感じてもらえればなって、うんそうですね、さっき前半のね放送向こうで見ながら、はい、思いました。第2問目じゃあ第2問目いってみましょうか、ね、どんなのが面白かったでしょうか。じゃあちょっと、はい、そうだな私たちはまだ直接は関係ないかもしれないけどこんな問題、うん、奈良県天川村に住む場合と鹿児島県三島村に住む場合、うん、私たちが納めるべき介護保険料が安いのはどっちっていう。介護保険料を納めるのが安いのはどっち、うん、奈良県と、うん、65歳以上の人が納めてる介護保険料は、はいまあ、市区町村によって金額が変わってくるんですけど、うんうんうん、そう奈良県天川村と鹿児島県三島村すいません私地理学科出身なんですけどそれがどことか言われてもよく分かってないんですけど、うん、はい鹿児島あどっちか安いと思うんですか。安いか鹿児島鹿児島、はい、これね介護保険が安いっていうのは、うん、多分老人の人数がそんなに多くない、うん、で、うん、増加する傾向も割と緩い、はいうんでその方が介護保険料の負担って安くなるはずじゃないですか、うんうんうん、でもお年寄りがたくさんいて、うん、若い人どんどん減っちゃって、うんうんうん、で財政が苦しいとやっぱ介護保険って増やすしかないよね、うん、そうですねはい。だとしたら鹿児島県の方が若い人の人口がまだ多いんじゃないかな。はい
お二人ともね、正解です。正解、はい、そうなんです。難しいな、でもこれは難しい。そうそう、難しいんですけど、うん、これね、一つ申し上げたかったのの一つのポイントが、すごい金額が違うの。標準の介護保険料の金額が7倍ぐらいある、あ、ごめんなさい、年間ね、7万円差が出るんですよ。どっちに住むかで、うん、年間7万円ぐらい介護保険料の金額が違うとなると、うん、そうなんですよ、年金暮らしで介護保険料を納めていて、うん、年間7万円違ったらさ、それだけで住む場所をどっちにしようかなって考えるぐらいの差だなって私は思って、うん、7万円だったらプーケットぐらい1回ぐらい遊びに行けるもんな。行ける行ける行ける、うん、行っちゃうな、ね、元気だったらね、もうね、うん、そうですよね、うん、で、宮古島なら2回ぐらい行けるんじゃないですか。宮古島、いや宮古島は結構ね、6万円とかそのぐらいするよ。リアルなそうですね、うん、失礼いたしました。でもむしろね、確かに安い海外とかだったらね、はい、行けるとこありますよね、いっぱいね、うん、そのぐらい差が出る可能性があるっていうぐらい違うことで、そうすると本当に住む場所でいろいろ自分で選んでいく価値がある話だなって。介護保険のことだけ考えたら、うん、じゃあ過疎化する村はお得じゃないそうですね、そうですね、そのことだけを考えたら、うん、そうですよね、うん、介護をしなければいけない方が多いようなところは、うん、まあ、あまりお得ではないってことですね。でも過疎化する村は逆になんか土地あげますよとかっていう村もたまにあったりするからいろんな要素を含めると ね、 そうですね、一概にそう不利とは言えないけど、うん、介護保険のことを考えたらってことですよね、うんうんうん、そう、でもいろんな要素が多分住む場所にはいろいろ絡んでいて、うん、そう、例えばあの全然関係ない話ですけど、うん、若いお母さんたちだと本当にあの保育園探しでそのために引っ越すとかね、うん、あるある、普通に行われてるんで、うん、私の知人もついこの間保育園に入るために引っ越しをしてって、うんうん、保育料もそうだし、うん、あと最近だと公園とか緑が少ないからっていう理由でその町を出ちゃう人も多いみたいな、うん、そうなんですか、うん、そうそう、だからこうね、世界中まで視野に入れると、うん、本当にこれから自分が住む場所、うんうん、いろいろな観点で選んでいく時代なのかもな、うん、なんてちょっと思って、うん、そうね、うん、住む場所を選べるようになったっていうのもこの現代社会のね、うん、そう、すごいことですよね。昔はそう簡単にいかなかったと思うんだけど、うん、本当本当、ね、あそこに住もうなんて言っても、うん、そこまで行くのはどうするんだとか、それでどうやって暮らしていくんだっていう、うんうん、でも海外も含めて本当にね、行きやすくなりましたよね。どこへでも住めますよね、うん、どこでも住めますね、うん、そうなんですよ、僕ぶっちゃけどこでも住めますよそれはそれはもうなんかね、うんうん、どこの国に行ってもね、うんうん、そうそうそう、そこでなんかね、馴染むから、そうですね、あ、そうそう、それでいくとあの税率なんかもね、一つ、はい、あの選ぶのにおすすめなポイントで、そう、はい、アメリカと日本で法人税率低いのはどっちって。法人税率が低いのはアメリカ、うん、アメリカ法人税率はアメリカの方が高いです。一応アメリカの方が高いんだ。どうやって計算するかとか、はい、言い出したらいろいろキリがないんですけど、一応ね、うん、アメリカの方が高くて、かつ今日本はもっと低くするっていう議論が起こってますよね。うん、うん、アメリカ何パーセントですか。あのとある資料では、アメリカね 40% ぐらいあって、とある資料って自分の本じゃないですかねそうなんだけど、そうなんだけど、とある自分の本の中に載ってるさらに引用元資料ですね、うん、とね、引用元があって、うん、まあ、その本の中には載せてますけれども、うん、そうで日本だと 35-6% っていう、まあ、実効税率でっていうことなんですけ ど、 どただね、じゃあ低い国はっていうのでよく有名なところでいうシンガポールとかさ、うん、香港とかさ、はい、台湾とか出てくると、うん、まあ、同じようにね、うん、あの計算してみたところ 17% ぐらいとかっていうわけ、うんうん、そんなのも一つね、うん、もしかすると住む場所のそうですね、ポイントになってくるかもしれないですね。不思議なのってアメリカってそんだけ法人税率ね結構高いのに、でもなんか企業家がこうやってどんどん出てくる、そういう環境あるじゃない、うん、そこやっぱアメリカのなんか知恵と工夫っていうかなんかあるんですかね、うん、何があるのかわからないんですけど、だからこういうデータを持って、うん、そのね、法人税率を低くすればもっと企業が活性化するんじゃないかって一概には言えないはずだって、アメリカを見てみれば、うん、高くてもちゃんと活性化してると。だから税率だけで考えるのはその一元的なものの見方じゃないかっていう方はよくいらっしゃいますね。なんか多分企業家を企業を促す何かそういうなんかまた制度とか土壌があるんでしょうね。多分そうだと思う、まずはアメリカで大成功するみたいな、まずね、そうそう、まずは多分ね気持ちというか風土というかそういうところが違うんじゃないかなと思いますよ ね、 ね、うん、いやちょっとまだまだねこれちょっといっぱい問題出してもらいたいんだけど、ね、面白いんで、はい、ちょっと時間の関係で、うん、そうそう、ね、あっという間でしたね、はい、うん、はい、
はい、40問載ってるんで問ぜひ楽しんでみていただければと思います、うんはい、こちら例えばね80歳まで生きるとしたら、うん、年金を65歳から受け取るのと70歳から受け取るのと、うん、どっちの方が得かとか、あと借金を残して死んだお父さん、借金だけ除いて相続することはできるかできないかとかね、結構ねこれクイズ形式で、うん、面白い感じでそのお金とか税金とかのこと書かれてるんで、もうサラサラっと全部あっという間にね、読めちゃうし、あっという間に頭の中に入ってきちゃうっていうのがこれ面白いこの本 この特徴だと思うんで、ぜひあの関心のある方こちらぜひ Amazon かご近所の書店で買っていただけたらと思います。損しないのはどっち、はい、これでちょっと人生の知恵を学んでください、はい、ということでこちらのコーナーは、投資家が知るべきお金の反射神経か、はい、ということで、スペシャルゲスト平林良子公認会計士先生にお越しいただきました。平林先生ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた来週。はい。